台湾プロ野球、楽天モンキーズの人気チアリーダー、楽天ガールズが来場。エンゼルスが開催した、台湾デーにちなみ、試合前のフィールドでパフォーマンスを披露した。写真、視線が恋する乙女台湾の、花、に囲まれた大谷が超爽やか。試合中は客席で観戦する様子もあり、日本の中継では一団とともに人気メンバーのリンシャンも映り込み、 今日はたくさん、日本から応援団が行ってます、と伝えられる場面も。その様子をリンシャンがインスタグラムのストーリー機能で紹介した。リンシャンはグッズ売り場の大谷ユニフォームや、客席でヘルメットに入ったチップスを持ち撮影するなど、満喫している様子だった。大谷ともベンチ裏で交流、一人一人握手を交わし、記念撮影も行った。リンシャンは、すごく礼儀正しく、 私たち一人一人に握手してくれました。私たちを待っていてくれて、近寄るのに躊躇していましたが、とても親切に接してくれました。とても大きかった、写真も一緒に撮っていただき、本当に幸せでした、と感激していた。この日。